どうも、ケンタです。に世の中、ムカつくことがね、いっぱいあります。ゆめさん、なんかムカつくことありますか？ここにいること私はですね、なんでこの YouTuber がこんなに人気なんだよ。面白くねえだろ、別に。今日はですね、いろんな YouTuber をボッコボコにね、叩いていこう。じゃあまず一人目、 PDS 株式会社ダンテさん。君のパンツを見てみた。ポップが可愛い。悪い商品はね、悪いってしっかり言う。お金の無駄遣いが嫌い。ああ、俺はそういうとこ大好き。元ジャニーズ。パズドラが生んだ神、マックス村井さん。特に出てこない。赤い T シャツ。ああ。ゲーム実況者、ポッキーさん。マスクしている人です。イケメンな感じ。あだ名どうぞ。年中風。はい、いえ桐崎英二さん、シスコン会の代表。家族思い。あ、家の中壊してお母さん怒るけど莫大なお金を稼いでる。お父さんもツイッターやってる。お父さんはやらなくていいかな。高校やろう。決まりました。初代金髪王子、ジョーブログさん。第二の猿岩石。基本ね、有名な人はみんな頭いい。ギターで、忙しいから東京行こうかな。状況やろう。状況物語で決まりました。すごい人来ましたね、うん、弟の分身セイキンさん。紹介する商品が大人がもうね、こんなのをやって楽しいのかというね。元気の押し売り。でも全然元気そうじゃない。七光。あ、いい。大阪のカリスマ、ヒカルさん。お金の使い方がすごい。お金稼いでそのお金使ってるからすごいよね。すごい人です。あだ名はね、すごい人。髪の毛は切りません、柴田さん。言葉遣いが丁寧。丁寧だね。思ったことをね、しっかり喋ってるね。絶対いい人、絶対いい人。大阪が生んだやんちゃ4人組、禁断ボーイズさん。普通に笑っちゃう。あんまりいい子がイケメンじゃない。そこがいいんだろうね。メサイヤ君が辞めさせるドッキリの時の次の回でメサイヤ君が出てきて、一句に怒る、激怒する。セリフをね、全部口パクで隣で言ってた一句がね、可愛い。あー、メサイヤ君全部セリフあるんだって。作家さん。深夜の渋谷、ラファエルさん。釣りの神。でもあの人もお金いっぱい使ってね。オペラ座の怪人。シュッ。努力の塊。ケンちゃんが好き。大好き。最後になりました。低評価の神、マスオ TV さん。動画をね、見たことがない。ひえひえ